昨日九州を中心に落雷が発生し、午後2時40分ごろに宮崎市でサッカーの試合中に落雷事故が発生したとの報道がありましたが、与那澤さん、当時の天気の状況はどうだったんでしょうか。流れ的に言うとですね、はい、おそらく結構晴れていたりでしたような状況だったんだと思うんですよ、はい。まあ、それから大きく変化してきたのかなという感じがするんですけども、まずはですね、こちらが昨日の14時ですね、午後2時の状況なんですが、はい、こちらを見ると宮崎市内、まあ、原発があったのはこの辺りだと思うんですけども、皆さんのリポートを見ると、まあ、晴れか曇りですよね。そんな状況になっていました、はい。で、レーダー重ねてみると、ただ活発な雨雲の方が、その西の方といいますかね、北西側の方にこう伸びているような状況だったわけですけども、はい、でおそらくこのタイミングでも雷は鳴っていたと思うんですよね。ただし14時の段階の風向きなどを見るとですね、はい、南西の風なので風がある程度あるとですね、雷鳴が 風向きとは反対方向に対するとうまく届かなかったりする時があるんですね、はい。なので雷が鳴っていったとしても気づかなかったかもしれません。こんな状況でした、はい。で これからですね、10分後、これ10時10分です。だんだん近づいてきているんですけれども、まあ、現場付近ではまだ曇りのリポート、それから晴れのリポート、10時20分まだ曇ってますね、はい。ただ北の方には雷雲と思われるエコーが存在している。19時30分になるとこちらです。でこのタイミングでおそらく雨は降ったと思うんですよね、はい。この近辺からもザーザーといった強い雨のリポートが来てはいるんですが、ただし最も活発な部分というのはまだ離れているんですよ、はい。ただここまで来るとおそらく雷鳴はちょうど風向きとしてもこちらの方からこう来てますから、まあ、この辺りで雷が発生して鳴っているのであれば聞こえてきたかなと思うんですね。そんな状況でした、はい。で続いて14時40分頃というお話だったので、14時40分の状況を見てみるとこちらです。この段階だと真上に来てますから、まあ、しっかりと降っているといったような状況だったかなと思います。はい。で、ですので、雷が鳴っている時っていうのは、外にいるのは当然危険なんですけども、で、今回は、サッカーグラウンドということで、比較的広めのところで平らなところだと思うんですよ。はい。でこちらの方が実際現場となったところのグーグルアースで見たところなんですが、ここなんですよね。はい。ここにピッチがこうあるわけですけども、かなり広い範囲 でしかも平らな状況になっている。こうなってくると、どうしても雷は、まあ、落ちやすくなるという感じになります。はい。で、実際にじゃあ雷の場合どういうふうになるのかというところなんですけども、ちょっとこちらの方で書いてみますが、もともとこの辺りにこう積乱雲がこう発生していて、はい、地上がこうありますよね。で通常というと変ですけども、こういうような比較的真下にこう落ちる場合もあることが多いと思うんですよ、はい。ただし雷の場合っていうのは実は落ちようとするところをこう探すようなところ感じになるんですね、はい。で状況によってはですね、この辺りからこういうふうに飛んでくるときがあります、はい。大体10キロぐらい離れていてもその雷が落ちるといいますか、そういう状況になり得るというところになるんですね、はい。ですの で今回は本当に真上に来てすごく強く降る前にの段階でももう近くに、雷雲があったので、そこからこう落雷した可能性もあるかなといった状況になります、はい。あとは先ほど現場の状況を見てもらいました。平らなところだって言っている話だことなんですけども、はい、もうちょっとここを書いてみるとですね、こう平らな状況ですよね。平らな状況の中 でピッチサイドで何人か集まっていたということなので、この辺りでこう人がこう固まっていたと思うんですよ、はい。そうすると平らなところでも少し飛び出した感じなんですね。そうですね。そうするとそういうところを狙ってくるということもあるので、十分注意してほしいのと、あとは人がこうそこに集まっていると一人に落ちるとですね、その人から隣の人にまた移るんですね。でまた地面に落ちて地面を伝わってまた電流が流れたりということもありますから、はい、かなり危険な状況だったかなと思います、はい。ですので、まあ、今回実際その
雷の音が聞こえたか聞こえなかったかというところもあるんですが、だいたい雷の音というのは15キロぐらいのところぐらい離れたところからやっぱり聞こえるんですね、はい、で先ほど見てもらった通り場合によっては10キロぐらい離れたところからも雷が落ちるということもあるので、はい、まあ、ここにある通りやはりですね、もう音が聞こえたら屋内に入る、はい、これが雷から身を守るための鉄則かなと思いますね。はい、身の安全を第一に行動していただければと思います。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認いただけます。